ことなんで。あ、さて頼もしい味方もできたことだし、うん、エイルの実験用ラボで行ってみようしよう。え、ペム博士、小さな農村地域でインヒューマンの実験を行った。研究内容を見せてもらおうではないか。いいね、太平洋岸北西部にあったエイムの大きなラボなら片付けたよ。オリンピアアーカイブのことか。ジュードローみたいだな、この人。誰が破壊したのか、確かに。ありがとう。髪のあの前髪の上のところへん。確かに。今ならもっといろんなことがわかるかも。よし、戻ってきたぞ、戻ってきたぞ。あれ、アイアンマンなのかな。兄ちゃんと丁重に丁重に何で行く。あ、行けんじゃない、選べんじゃない。いや、もうこれで決まってたらしい。エイムは西部の小さな田舎町に基地を作っている。おそらく試験研究所として使い、実験のためにヒューマンを捕まえている。綺麗な肌ね。ね、政府の目と鼻の先でそんなことは。あ、じゃあ兄ちゃん今回 BGM 係お願いします。奴らはワシントンで絶大な権力を握り、あ、兄ちゃん、あれ BGM さ、歌もありで、あの普通の BGM ありでお願いします。それを崩すのは容易ではない。でもとりあえず何とかしなきゃ。正しいことをするのが私たちの使命だもん。アベンジャーズの誰かさんがかつて同じようなことを言ってたな。ああ、そこか。人間ジュークボックスが。あれ？何の会話してたの？ここいいね。ここ。ワイオミング州ベンチャーリッジへようこそ。ワイオミング州なんてあるんだ。ここにインヒューマンたちを閉じ込めていたのだ。うん。奴らが来ると、ほとんどの住民が避難させられた。街中で出くわす相手はエイムのパトロールくらいだ。わかった。エイムのパトロールに注意してくれ。見つかったら面倒だ。運が良ければ、彼らがどんな目に遭っていたのか知ることができるだろう。ハッドに施設の場所を表示しました。パトロールにご注意ください。協力してくれてありがとう。ダメだよ。時間差が。絶望的な気がしたけど、みんなのおかげで頑張れた。どこかにレジスタンスがいるって思うだけで希望が湧いてきたんだ。もうそれがいないかもしれないってことか。あ、やべ。何？普通にバレた。いや、空飛んでるからだよ。じゃあ降りよ。俺たちの敵じゃないな。でもバレちゃいけないわけじゃないんじゃない？まあ、バレちゃう。バルチャー。エイムはデータを厳重に警備している。あ、当たってる。痛い。何？狙い撃ちされてるんだ。危ない。12時の方向敵だよ。どこ？正面。あ。おお、ありがとう。さすが。うん、頑張れ。立て。うん、大丈夫。エイムが下手とは俺みたいだ。エイムの割にな。はっはっは。うん。インチ。なんか3人になってなんかいきなりなんかあれだね。ね。なんかアベンジャーズって。かわいそうだな。何でもカマラカンめっちゃ強いよ。ね、ぶっ飛ばす。まだ生きてないよこいつ。生きてるよこいつ。いや痛いんだよ。おい、ほっといてあげなよ。こいつまだ生きてるぞ。止まった。いいけどね。こっちだって。それでずっと前からレジスタンスをこっそり作り上げてきたの。意図せずそういうことになってしまった。我々の多くは早い段階でエイムに囚われたからな。助けに来てくれる者はおらず、自ら脱走し計画を立てるしかなかった。おん、え、これ普通に突っ切っていいの？いるじゃん。うわ、え、あ、見えたわ。え、これ見えるんだ。うん、こうやると敵の位置見えるんだ。そうなんだよ。え、知らなんだった。俺も知らなかった。研究ラボでは特定の閉鎖ユニットに拘束している。実験中は近くに置いておきたいのだろう。理由は聞かない方がいい。ジャビスの導きが。うえ。逃げた方がいいぞ。え、いいの？そのパネル壊せんじゃない？え、壊せんのこれ？あ、壊せなかった。これ。あ、ハイテク。ジャビス、中はどういう状況だ？侵入すればスキャンしてどのようなテクノロジーがあるのか調べられます。あ、こっちだって。よいしょ。あ、いたわ。近くでレジスタンスの仲間が助けを求めているようです。どこ？ほっとけ。いや、ここは助けない。大丈夫、間に合わない。もうダメだ。
助けて、助けてあげる。どこにいるんだろうね。あ、あれじゃね、あのもう手遅れだ。あ、いたわ。諦めないわ。あ、普通に敵、普通に敵、普通に敵。いて、ふい。どこにいるの。お、ありがとう。マジで、え、ね、心強すぎるんだけど、こいつら。やっぱアベンジャーズ最高だわ。ここまでだ。ね、そこまでだ。俺も頼もしく見えるだろう、ね。よし、あ、いるじゃん。え、めっちゃいるじゃん。え、あ、見えないところで何かやってる。ああ、怖い。ああ、いる。助けてあげて。かわいそうに。え、どこにいたの。あ、アイテムじゃなかった。え、どこだ。え、助けて、アベンジャーズ。いた。え、あ、こういうことか。いけ、ふい、俺がアベンジャーズだ。ゴールデンアベンジャー、あ、ごめん、ゴールデンアベンジャー俺のことだ。ふい、ふい、ふい、ふい。成功です。テオ、あとはお願いします。もう大丈夫だ。 お、テオ、え、いいの。あ、あ、優秀。触れてくれ、テオ。もうそれ、あれじゃん、あれじゃんってなんだ。自分がさ、助けるときに毎回言ってんでしょ。そうだよ、決め台詞だよ。あれ、どこ。さあ、掴むんだ、テオ。なんちって、俺の名前なんだと思う。テオ。ある。俺たちの敵じゃないな。ほんとね。いる？ついてきてる？いないじゃん。あ、いたわ。ちょ、来て。カモン。俺一人だけだとやだ。ちゃん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 。ちゃん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 。あお！ほら、ほら、見て。ほら、雷のマークあるじゃない？うん、めっちゃ追ってくんじゃん、こいつ。もう何が何だか分かんない。もうどっちが最後の攻撃やったか分かんないね。殴られるもん。お、今の背中合わせいい。何？ウィンナー。あ、あ、ありがとう。はい。2代目でも一回キャップ出てきてくれ。二代目キャップ違うじゃん。ええ、なんか俺死にそうじゃない？まだ半分くらいある。あ、ほら、緑のやつ追ってんじゃないか。はい、背後に注意してくれ。ハルクに注意してくれ。もう遅いよ。背後な。あ、あ、やめろ、もう手づくずだ。手づくずだ。あれ、カマラは、あれ、カマラいなかったよね、今。うん、え、なんじゃない、はぐれて、ほら、あ、見て、あそこに。カマラ来て。お前がいないと何もできないんだよ、俺は。カマラ告白じゃん。そうだよ。あ、待ちの。オッケー、行くぞ。みんな、俺たちはアベンジャーズ。もういいや、飛ばない。もう飛ばない。あ、落ちる。オッケー、行くぞみんな。よし。もっと褒めて。なんか今のさ、なんか片岡愛之助みたいな言い方が。そう。よし、なんか手に入れた。え？ジェリコ。ハンザワちゃん。ハンザワちゃん、あ、知らないのに演技してます。あ、なんかある。近くにギアの入った箱があります。どこだよ。どこだ。ちゃんと言え。詳細に。あれじゃないの。え？あ。ジャービス。足またしびれたしびれた。おお、しびれた。ジャービスとポッド04にどっちの方が有能か。それは悩みどこ。あれ？誰？ん？やってやろうぜ。多分一般人だな。エイムは緊急体制を発令しました。なんか離れてない距離。みんないる。あ、あ、さすが。ねえ、ちょっと待って、マジで心強いんだけど。あ、どこに攻撃してる。どこに。壁に穴を開けたかったんで。おい。点数つけてるか。俺の圧勝だろ。はい、いい、来た。おいしゃい。カモンベイビー。あれ、こいつまだ倒れてない。あ、ふい、ふい。よし、残りカスト。うお、ちょ、ぶねえ、ぶねえ。よし、残りカス攻撃だ。あ、あ、終わった。終わっちゃった。ふん、あれ、急げんじゃこ。いや、じゃいないにー。え、どこにいるの。あ、なんかいる。
入るって何かやってる、何か影で何かやってる。あ、校舎裏でリンチってやつですよね。残骸だけが残って、あ、レベルアップしたじゃん。とかスキルアップ、あ、やっていい、今やるの、今やっていい。あ、でもこれもいいな、ちょっと迷うな、これにしよう。うん、これにしよう。ちょっとダッシュした後にね、できるらしい。お、あ、あ、これがレーザーで、うん、これがミサイルで、これがリパルサーだ、普通に。じゃあちょっとレイにしとこう。リパルサーレイにしよう。あ、普通にレーザーか。遠隔アクション。一部のオブジェクトは、遠隔攻撃でのみダメージを与えられる。有効か。うん、なるほどね。セキュリティノードを破壊してくれ。こういうのとか、あれ、こういうのかな、何これ、あ、あれ、あ、あれかな、あれだ、今なんか跳ねなかった、なんか跳ねた。どうする、上の階にある2つの変圧器を破壊すればエレベーターの扉が開くはずだ。あ、でもいっぱいいんじゃん。おおおおおおいやあれ、おおおアヤマン化けたんじゃない、おお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 いやあ、でも消費激しいな、ね、だから殴って殴って殴った後にこういうことをやった方がいいってことだ。ふん、あ、三角が使えなかった。まあ今はこれを壊していく。あ、長押しだって、違う違うよ。あ、オッケーオッケーオッケー、ありがとう。どうした、大丈夫、あ、あ、みんなで殴、あ、殴ってくれない、お手柄だぞ、一つ停止しました、うん、来た、もう一つ存在します、ふいふい、あ、当たってない、当たってないよ、痛いよ、うん、長押し、そしてこれを選ぶ、巨人が倒された、ふい、うん、巨人が倒された、巨人、あれ、ハルク、ふい、戦う相手を間違えたな、いてぇ、え、ハルクどこ、ハルク倒されたと、うまくいった、中へ入ろう、あ、いたわ、普通に生きてた、保健剤、保健剤だ、おお、あ、なんかいいやつじゃね、あ、ガントレットじゃん、まあいいや、今なんか結構いいのあるもんね、じゃあ行くわ、おい、アイアンマンだもんね、ねえ、あなたも捕まってたの、え、インヒューマンじゃないのにどうして、タールトンは能力を持つ者全員を脅威とみなす、それで私の能力を奪った、え、体の大きさを変えると死ぬよう生理機能を操作したのだ、ごめんなさい、あ、じゃあもうアントマンにはなれないんだ、スコットの出番だな、どこ行くの、スコット、記録によるとこの廊下の突き当たりには厳重に警備されたラボがあります、え、おお、X フォース X フォース解散してたもんな、特に何もねえか、壊滅壊滅で、いや、壊滅させられたんだよ、ね、うん、あれも全部ケーブルの調べる価値はありそうですよ、あ、痛えな痛えな、ふいふい、ここまでだ、強すぎるね、あ、いいね、アイアンマン大好き、やっぱアイアンマン大好き、アイアンマン大好き、うえ、あ、で、上にいるな、上にいる、いるいるいる、こんな子、あ、ありがとう、うん、あ、死ぬ死ぬ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、危ない、ふいふいふい、危ない危ない危ない、特に効かん、ふい、おー、ありがとう、めっちゃ心強すぎる、アベンジャーズいいね、うん、ないな、あ、壊せないか、ご注意を、エイムは常に大対策を用意しています、うわ、なんか実験されてんじゃん、ここ、あ、なんかある、あ、これを長押しで確認、ラボはどこ、に場所はここで正しいのか、まもなくエイムのネットワークに侵入できます、おお、彼らは何かを隠しているようです、でっかなんじゃん、エイムの舞台にご注意ください、よし、やっ、急いでくれジャービス、私のプロセッサーをフル稼働する、よいしょ、はい、もう強いかんね、もうもうアイアンマンめちゃくちゃ強くなったかんね、はい、ほら、
おい。よいしょ。ほい。ほい。痛い。ほい。ほい。こいつ硬すぎない？やばいな。え、何こいつ？あ、やべ、死ぬ、死んじゃう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 。おい。よいしょ。あ、ハルクバスター使おう。ハルクバスター。今、あいつバリア取れたんだ。行くぜ。イエーイ。行くぜ。ふい、ふい。お見事です。うん。敵の戦闘員を無力化しました。ふい。ふい。うん、バチクソ硬い、バチクソ硬い。バチクソって何で？おらおらおら、あー溶けちゃう、変身溶けちゃった。うん、よっしゃ、あ、あれ？ハルクがとどめ刺してない。あれ？刺してないね、まだ。ういういうい、おお、あ、なんかやってくれた。ありがてえ、ありがてえよ。さすがだよ。うい、うい。まだ入んねえな。えい、よっしゃ。あ、やべえ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 、しゃあ。エイムは何かしらの研究サンプルを物理的に消去しようとしています。物理的に。自動輸送船が離陸の準備段階に入っています。輸送船が離陸する前に何としても中身を確保しなくては。早いな。うん、やった。え、どちら、こちら。もう行こう。とりあえずこっち行こう。あ、エレベーターかい。これ上に上がんの。よし、やっぱいいのはこのエイムのセキュリティをバイパス中です。ちょっとハルク、ハルク、ハルク、あれ、ハルク、お前階段だ。あ、いたわ。止められるかどうかは不明ですが、多分無理やり輸送船の目的地なら変更可能です。お、素晴らしいアイディアだ。目的地をアントヒルに書き換えてくれ。なるほどね。おあれ、なんとか間に合いました。うん、ターミナルにアクセスさせてください。ナビゲーションシステムを無効にするには、3つともコントロールを掌握する必要があります。うわー、また戦うパターンじゃん。エイムはアクセスポイントを元に戻そうとしてくるでしょう。ういし、ういけい、うい、いてえな、いてえな、ふざけんじゃねえ、ほら、ほら、ふざけやがって。おいしょ。でもなんか、勝手が一気に良くなったね。ね。アクセスポイントを一つ失いました。ふい、奪還してください。かっこつけたけど。アクセスポイントだって。ほら、ね、なんか守っといた方がいいんだよ。なるほどね。アクセスポイントのコントロールをダッシュしました。ふい、ふい。おお、なんか戦ってる。アベンジャーズとして戦ってる感ある。あ、来たわ。案の定の敵が来ました。ういー。ういー。ういー。ね。ここまでだ。よいしょ。ふい。いて。ふい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 。よっしゃ。強い。ね。めっちゃ強くなった。いて。ふい。いて。待って。待って。待って。え、こいつ全然剥がれん。おー、ありがとう、カマラ。マジで、お前ら、もう、本当にいいやつだ。本当に。痛い。痛いって言ってないでしょ。痛いって言ってんだろ。おーい。はい、はい、はい。あ、光る。はい。あ、あ、いや。戻ろう。おい、待て、ふざけんな。おい。どさくさに紛れて何やっとんじゃい。痛い。助けてー、助けてー、カマラー、ハルクでもいい、カマラー。あ、ありがとう、あ、ありがとう、サンキュー。これはハルクバスター使うしかねえだろ。アクセスポイントを一つ失いました。奪還してください。あ、向こう、向こう側に、まあ、とりあえずこっちやってからだね。ハルクバスターになったのに。よし、こっちダッシュしたな。あれ、あ、まだだな。オッケー、今いける。あー、はい、うん、はい、胸ビーム、はい、はい、はい、いけ、はい、はい、はい、いいで、はい、はい、はい、大丈夫だな。あ、うん、ありがとう、ありがとう、カメラ。あ、やった。あ、てか、あと 3% だった。はい、よいしょ、よっしゃ。ジャビス、成功したか。残念ながら間に合いませんでした。え、私たちの動きが読まれたようです。あれ、みんなよくやった。
あ、大丈夫だね。あ、ミッション失敗とかじゃなくて。よかった。ピム博士、スコットいないの？ね。これが気になる。ああ、でもなんかもらった。計画通りにはいかなかったな。貴重な研究サンプルを手に入れはしたが、でもスコア 80% エイムは思っていたよりもずっと手強いようだ。それに私の仲間がたくさん取られて、俺は終わりにしよう。奴らを止めないと。どうかんだカマラ、喋ってない。だが我々には再編成のために時間が必要だ。トニーがキメラに乗って到着すれば攻撃面では断然有利になる。分かった。でもそんなに長くは待てないよ。よし、アントヒルに戻ってこれからのことを話し合おう。あれ、トニーも行くのか。そしたらね、いや勝てた、よかった。あ、でこれで、お、着いたわ。あー、あいつマジで有能。よし、じゃあここで終わりにしようか。ありがとね、こいつ。ありがとう。顔は青いけど絶対的に利用されてるけどね、いいように使えて、お前がヒーローだみたいに言われてね、多分めっちゃ使われてるだけでね。はい、ってことで、じゃあ今回ここまでにしましょう。大丈夫？大丈夫だ。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。また次回お願いします。お願いします。まあ、次回はね、またなんかピム博士の話聞かなきゃいけないみたいなので、そこからは行きましょう。おう、ありがとうございました。ありがとうございました。